はい、どうも、プトマス協会でございます。というわけで、今回から、まあ、準備段階も終わりましたんでね。はい。ファイナルファンタジー7リメイクのハードの方を攻略していこうかなと思います。まあ、途中ははしょってパパッとやろうかなと思ってるんですけども、今回チャプター1からハードやっていきたいと思います。チャプター1はちょっとね、クリアした後に、1回目クリアした後にすぐ行ってクリアしちゃったんで、もう一回やり直すことなんでクリアになってますけども、ここから先はクリアしておりませんのでね、やっていきたいと思います。とりあえず、今回チャプター1をやっていきたいと思います。まあ、一回クリアしたから分かるようなことも出てくるとは思いますのでね、はい。私の分かる範囲では、言っていこうかなと思っております。というわけで、ハードでやっていきます。はい。まあ、ちなみにハードは、MP 回復なし、アイテム使えません。ですね。MP は最初から最後までなんとか工面してやらないといけない。回復できないんでね。はい。アイテムは全く使えませんので。その辺も大変でございます。
君に。はい、というわけでね、はい、始まりました。止まれ。まあハードになってはいるんですけども、まあ、こちらの武器も強くなってますんでね、はい、まあなんてことはないです。初っ端は侵入し、はい、おとなしくしろ。ラビットチェーンでやってやる。なんてなく、なんてことなくすぐ終わります。はい、どんどん行きましょう。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。ご苦労様。はい、ラビットチェーン、はい、余裕ですね。抵抗はやめろ。作戦通りだよ、これが。隠れてるからクラウドそこやってくれっていう作戦だよね。はい、おとなしくしたら。囲まれると面倒だ。はい、勝負。3人いますか。終わったすぐ終わるでしょ。ラピッドチェーン杖、もうこの辺アイテムあるんですけど、取ったとて、お、あれもごめん、間違えました、ボタン間違えたね。アイテムが使えないんで、もう意味ないんで、いっちゃいましょう。じゃんじゃんね。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの。その人キャリアを捨てるわけ。名前なんだっけ。元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。まあ、というわけでね、ちょっとめんどくさいやつかな。おしゃべってるんですよね。許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。仲いいね。クラウドさん、頼っていいっすよね。もうすぐ開くっす。あれ、もうすぐ開くっす。さあ、バレットさん、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。え、ウェッジ。高い金払うのがっかりさせんじゃねえぞ。じゃあ行きましょう。はい、ああ、ラビットチェーンで行きましょう。こいつが厄介なんで、レーバーで始末しちゃう。バースト入っちゃいましたね。はい、よいしょか。はい、なんてことはない。進めていきます。エレベーターで上がっちゃってんだよな。散っちゃってますね。クラウドさん、リフトで上に。おい、お願いします。私も行きます。今回はですね、本当 MP がね足りなくなったことがあるんですよ。私もこれ最初やり方わかん、どういう違いなのかわかんなくって、 MP 使いまくったんで、最後ねすげえ大変な目に遭いましたね。あ、いた。俺が先入れて、俺が先、こっちだ。避けられる。
任せた。来ましたね。今度は一匹と二人。はい。はい。というわけでラピッドイクシェーン。はい。アビリティブレイバー。消え失せろ。はい、バースト。もうテンプレみたいな動きですねこれね。はい。隙をつくじゃん。はい。当然の結果だ。じゃあ行きましょう。さあどこに行ったんだ。いますね。敵が敵だらけだ。はい、ラビットチェーン。2人なんて余裕ですか。追いつけ。待てお前ら。そこ入れて。俺も先に入れてください。まあ、やっぱりやりますか。はい。よいしょ。あれあっちっす。あれはそっちですか。走れ走れ。そうですか。喋らねえの。喋れねえのお前。お前喋れねえの。喋れしょ。確保しとくっすね。クラウドさんはみんな追ってください。よろしくっす。じゃあ行きます。待ってるね。はい、一番マコーロ到着ですね。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺を魔法だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってな。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。中堅スタンプ出てんやな、ここで。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。だそうですよ。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。お願いします。せかすなよ。おいおい、ロック解除。よろしく、ありがとう。誰だ、閉めろ。閉められてんじゃねえかよ。観念しろ。こっちのセリフだ。よーし。相手は一人。ラピッドチェーン。あ、ダメにもらった。はい、終わりました。お待たせ。さすがにハードでね、シンラバトルシミュレーターほとんど終わらせてたらね、集中しろ。余裕ですね。その声響き。おとなしく待っとけ。はい。ビックスは？ビックスどこ行った？ビックスどこいんの？おい、ジェシーを待たせるな。どっちや、待っとけが待たせるのはどっちやね。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。うん。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。お気に。気張っていけ。はい。後ろは任せてくれ。はい、よろしく。ね、一緒に開けんですか。エレベーター下に行っちゃってる。押したらええやん。そこのボタン押して。え、なんでその前のボタン押さないの、あんた。こっから先は警戒がさらに厳重だ。手間すんなよ。はい。押したらええやん、ジェシー。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い。俺たちは。タイミングよくエレベーター来るね。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、
かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか？魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ！あんたには聞こえるのか？おうよ！医者に行け。うん。おう。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。さあ内部入りましたね。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。はあ。がっかりさせるなよ。まあというわけでここからバレットも使えるかな。確かそうだったような気がする。はい、バレットに変わりました。誰かもうポッパーのさ、ここの位置悪いな。変なとこ行っちゃったな。よいしょ、いい。はい、ショー、はい。待って、レーダーって撃たれてる、やめないよ。あ、いた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 。はい、どうですか。よいしょ、オッケー。いけてん、どこにもう一個あんだ、ビーム。あっちか、よいしょ、いい。バレット行っちゃおう、どうせならね。はい。はい、なんか出てきたぞ、ちっちゃい色が。え、1周目で取れなかったやつとかも、あの見破るで取っちゃえばいいと思うんですよ。あの見破るでね、モンスターのレポートかなんかあれをね、食べた方がいい、あのやった方がいいと思います。特にこのところのチャプター1のラスボスは皆さんもちろん1周目では取ってないと思うんでね、ミアブルを捨てた方がいいと思います。まあ、マテリアを設定しておいてください。稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。めんどくさいところですね。さすが。まず私から。スリルが大好物なの。そうなんや。その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。はい、はい、ついては消える投げ。そうそう、その感じ。でいい。バレットバシンバシ言ってんやけど、バレットさんバシンバシ言って大丈夫？あなたこの後戦わなきゃいけねえんだからさ。これ3回に1回ぐらい。そうでもないか。次行けるか。次かね。次3回1回ぐらいだったかな。3回1回ぐらい行くんですよ。1、2、3。はい。簡単すぎる。2、3。はい。あ、行けたな。危ねえ。1。バレット。ジョヒンジョヒン言って。あ、ちょ。あ、ちょ。楽勝よね。まあちょっとぶつかっちゃいましたけどもね。なんとかここまで来れた。はい、見て、あれは通称スイーパー、はい、ヘマしたらお掃除されちゃうかも。
その前にスクラップにしてやるさ。まあ一旦ちょっとこの辺でセーブ入れましょうかね。あ、でオートセーブ入りましたけど、まあ一応セーブ入れておきます。よし、というわけでセーブしました。まあハードで、まあチャプター1なんでね、そんなに気にすることもないかと思うんですけども、まあちょこちょことセーブをしていく方がいいんじゃないかなと思います。まああのやり直しとか MP が足りなくなって積むこともあると思うんでね、ちょっとハートビート変えとこう。ラージマウスに変えておきますね。こうやっていいかな。ちょっと火力も積もりましときましょう。あとせや、この後のやつがそういや、サン、あ、ちょっと間違った、サンダーなんで、この辺もちょっと触っておきますか。間違った、こっちにしとこう。念のためガード1回しか私もねやった時戦ってないんで、1回しか勝ってないんで結構苦労したんでね、まあ、これでちょっと行きましょう。とりあえずこいつをさっさとしよう。ただの鉄柱だろ。まあこいつはサンダーまで引っ張ってるいるかな。どうなんやいるかな。普通のサンダーぐらいでいいか。魔法の方が効くはずだ。まあサンダーじゃ隙を狙って決めていけ。はい、いかなっちゃってるな。間違った。強いすぎるか。待ってました。はい、マジックのサンダー、まあ、サンダーぐらいでいいでしょ。引き受けた。よし、おお、よろけてるぜ。このまま動きを止める、たたみかけろ。頼られちゃうな。ここからよし、ラビリティバーストスラッシュ、バーストスラッシュ、いくでしょ。はい、はい、はい、バーストしましたね。ここで仕掛ける。はい、インフィニットエンド、終わらせてやら。よいしょ、こっちは終わったか、終わったかな、終わったっぽいね、終わったっぽい。一丁上がり。お前フェニックスは取ったけどね。ファーストだ。あ、ソルジャーには階級とは別に。ファーストだよ俺は。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。ああ、おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね、いっちゃいかな。バカにされちゃってるよ。暴れたくない、チクシャー。というで行きましょう。もうジェシーが待ってるわ、呆れた顔して。ちょっと待って、俺ちょっとアビリティ入れ方間違ってる。範囲化なっちゃってるか。範囲化じゃない、属性がいい。属性にしとこう。ですね、属性あの範囲化にしちゃってたのがよくわかんないですけど、範囲化で属性でいった方がいいんじゃないかなと思います。まあ2周目なんでね、先が分かっちゃってるんで、こういうのはしっかり対策していった方がいいと思います。ここが魔鉱炉の中心、あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるの。おーい、おーす。あとこういうのね、壊しといた方がいいです。MP ちょっとでも回復するのに、9も回復したの。なかなかいいじゃない。なかなかいいじゃない。おじけづいたか。あるか。ああいうアイテムを持っているのはいらない感じですね。ここは強いよ。エスコートはここでおしまい。ありがとう。出しゃばっちゃったね。かわいいよ、ベイビー。ということで。で、ここ敵いるんですけど。無視でいいんじゃないかな。このままいけんじゃねえかなと。よし、やばい、逃げられた。起きたら星の中か。はい、すぐに魔鉱炉が吸い上げるさ。笑いもんだ。よし、こうやって到着しました。いよいよだぜ。いよいよだな。戦おうか。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。だったら黙ってやれよ。
どうした？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。はい。20分一択なんですけど、決めるもこそも自信あんだろうな。いや一択ですから、30分ないから。もう跳ねやがったな。来るぞ。なんだと。はい。でこいつは、ハードで初戦でプラス見破るというアビリティを持つ前に、登場しているモンスターなんで、2周目の場合は見破るしておきましょう。はい、はい、というわけで、まあ、このこいつ走り込もう。はい、で弱点は電気です。だけど電気をやってくれるという。で、まあ、アビリティでガードに属性で、ガードで防具に属性で入れてますんで、電撃攻撃は向こうになってます。まあ、バレットに関してか、どっちかに関しては、あれだ、吸収になってますね。だいぶ強い。まあ、効きません。ブロックになってます。余裕ですね。当たりませんよ。はい。物理攻撃になるのかな、今のとか。どうなんでしょうね。よいしょ。よし、はい、何個ってもらおうか。ゼロシュート使いますか。あ、飛んだ。どこ、あっち行ったか。はい、カード。あ、だだだ、間に合う。一発300もらおうか。なかなかのもんですね。打ち込みますか。ゼロでいいシュート。後ろに回ろう。あ、飛ばれた。バカバッキャロ、飛ばれちゃったじゃないかよ。よし、よし、やっぱカウンター効くね。カウンターいけるよって。何やかんやとバルトさん減ってますな。回復しとかないとちょっと危ない。スライド。じゃあ行きましょう。なんだあれや。クラウド。クラウドで一応回復しといてあげようか。使えねえな。だったら、はい、あんたがなんとかしよう。よし、いい。後ろ回るか。あたた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 はい、ガード。どこ行った？あ、どこか。まだバリア壊れないか。まあ、もう全くしかねえか。全くしかねえな。てめえの方がサボってんじゃねえか。はい、じゃあいい。後ろに回ろう。はい。終わった。ここだ。はい。アビリティ。ソルジャー様の活躍。飛ぶかな。期待してるぜ。落ち着いていけ。おう、任せて。あぶら、ガード。ほら、来いよ。簡単に倒せるものは兵器とは言わない。ダビリティゼロレンジのバリアコア。いっちゃいな。まだ壊れんね。まだしぶといね。よし、いっちゃう。なかなかのしぶとさ。関係ねえ。そんなの関係ねえ。関係ないよ。デスオーダー強いかな。あんま使ったことないわ。よし、ダビリティバストラッシュ。はい、よいしょ。はい、アビリティバーストしないかい。あ、変わっちゃった。さあ、第3形態。まあ、そんなに苦戦しないね、やっぱりね。もうアビリティをちゃんとしておくと、まあ、シンラバトルシミュレーターをほぼクリアしましたんでね。いや、ここ走り込む、やべ。サソリの鬼気をつけろ。はい、どうすりゃいいんだ。隠れなきゃダメだって。ただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。はい、これもう一発撃つんですよね。
そっちは任せる。頼られんからな。ペップンバランス。さあ、攻めるぞ。よし、アビリティのゼロレンジでいけば。期待してるぜ。レンジフィールドは関係ねえ。よいしょ。耐えられ。間に合う。よし、来た。じゃあガード。よし。ここはバレンに変える。よしゃい、アビリティ。ウェルバースト。関係ないよ。むしろ954回復してますから、こっち。ありがとうございます。え、無理かよ。よしゃい。まあ、全然バースしないね。バースせずに終わりそうだね。ガード。連携しよう、はい、後ろね、はい、よーし、はい、アビリティゼロレンジシュート、間に合うかな。あ、また爆発した。ジャンプしやがった、こいつ無理な。ミサイルか、よいしょ。よし、インフィニティエンド、インフィニットエンド、俺の見せ場だ。よし、はい、やばい、レール出てきたよ。隠れよ、はい、一応ガードしてこう。なんか怖いし、逃げて、逃がさねえぞ。一人任しとくとこういうことできるのはね、こういうことね。よし、広いよ、バーストだ、バーストスラッシュ、よし、来た、マジック全然使ってねえんだけど。マジック3打開いっちゃおうか。よいしょ、もう終わんじゃねえ。よっしゃー、え、まだ、おい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 、あ、そうか、この暴走モードみたいなのあったか、回復していく、忘れてた、そういうの。バーストの意味ねえじゃねえかよ、んやろー、無理なー、バーストの意味ねえじゃねえかよー。修復機能か、マジック急げ、サンダーが回復される前に肩をつけ、肩つけりゃいいじゃない。燃えてきたー、ぶっ放す、おう、チャンスが来たら一気に叩き込む。あいつのサンダが隣だったんだよ。君のサンダが隣になったんだ。まだ？まだかい？マジック効かないのかな。落ち着いていけ。頼られちゃうな。サンダがの意味ねえじゃねえかよ。ハビリティ。じゃあ。ゼロレイジ、あ、ちょちょちょ、あぶないあぶないあぶない、むちゃくちゃするやん。ゼロレイジシュートしたいわ、やばいやばい。よし、これゼロレイジシュートがしてんだよ、俺は期待してるぜ。よし、終わった、よし、やった。一周目でこれ、一周目でハードでクリアすると指南書クラウドのやつもらえます、剣ですね。ちゃんと対策しておくと余裕でしたね。落ちていった。これはいい、功労賞はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。脱出しよう。じゃあ脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。そうか、全力で戻れ。はい、行きます。入っていきましょうか。バレットとか重なってる、急ぎすぎて。待て、バレット、追い抜きて、追い抜けねえ。着いた、よし、ほら先行くぜ。だけどこう雑魚がいいんだよ、確かな、やっぱり。バレットに追いつきたいのに、当然の結果だ、追っつけねえようにできてんねやな。まあ、帰り道はちょっとムービーがあって、あとはバレットと二人旅なんで、まあ、そこはちょっとカットしましょうか。もう帰るだけはそんなに手間ってことらないと思うんで。わお、ジェシー、足が溜まってる。ジェシーちゃん、
大丈夫か？お待たせ。うかつ、足が挟まって大丈夫なそれ、足あんなもん、足のようちサンキュー。おい、あそこで合流だ。チェシーを頼んだぞ。はい、こっちこっち。はい、じゃあ行こう。ここ行けばバレットと合流できるはず。じゃあ行こうぜ。出口はこっち、急いで。こっちか。よし、急ぎます。よし、で、クラウド何してるの？早く来て。いや、もう君のおけつを嗅いでおりますよ。もう顔面におけつをこすりつけております。どういったやつ？急いで急いで急いでるわ。黙って登れ、その方が楽だ。ほら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 、君のお尻を。ダメ、喋ってない。おつけね、おつけね。バレットがここ上がってますね。いいね、女の子の下をはしご上がるって。俺も人生で一回ぐらい経験したいな。よし、バレット、先に行け。天使、扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ね。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー。見つけたぞ。取り押さえる。はい、もうすぐドカンだ。邪魔するんじゃねえ。まだ2本も経ってない。どうもあれから。どこにいた？消えろ。急げ。あいつらと合流する。はい。早くここから出ねえとな。じゃあ合流しに行きます。もうちょっとこの辺はカットします。途中でいろいろ出ますけども、まあそんな大したこともないんでね。はい、こんなやつなんで。あ、そうそう。ほんでね、もうこの後あのチャプター終われば回復しちゃいますんで、まあ使っちゃえばいいんで、どんどんマジック使って終わらせればいいんじゃないか。気合い入れてけ。気をつけて。よしよし。はい、バット。はい、マジック、サンダラぐらいどうやろうか。決めてやれ。やってやる。はい、マジック、サンダも出ねえわ。はい、終わった。まあこんな感じでね。あとは回復にちょっと MP 置いとくぐらいはしといた方がいいかもしれません。じゃあ帰って行きます。よし、着いた。まあなんてことなかったですね。爆発はこれだけで収まってるっていうことなんですよね、本当はね。まあコードこのだけで。で、これでこいつらが被害を拡大させたの、結局ね、アバランチ。だと悪いやつらだ。そんならこれで終わってたんだよ。そんなことしちゃったのはシーカーで、これがジェシーらの、まあ、だけどジェシーは自分でやったと思っててさ、なんかちょっとあの罪の意識持ってたよな。急げ。ジェシーら何もしてないのに。助けてもらおうと思ってバタと転んでみたの。かわいい子だ、こう迫真の演技だった。うんって笑ってるよ、かわいい。あら、かわいらしいですね。クラウド、どんだけ飛ぶで。ソルジャーすげえな。さすが。さあ走ろう。死んだ、むちゃくちゃしようんな。
はい、というわけでね、ここからチャプター2が始まります。怪我はねえみたいだな、はい、次回はチャプター2の方を攻略していきたいと思います。爆弾はレッピ通りに作ったはず、ね、でも気化した魔法が反応してるのかも。違うよ、シンラがやったんです。これは町まで行っちまったかも、はい、どうもパーテモス教会軍でございました。町より星だろ。ご視聴ありがとうございました。